これ、クロードってあのアンソロピックがやってる、まあ、いい感じの、はい、モデルですけれども、はい、これ、クロードもこのプロンプトキャッシュができるようになった。これ、プロンプトキャッシュって何かっていうと、クロードって結構長い12万トークンとか使えるんですけれども、長いプロンプトを入れると、やっぱ高い、お金かかるんですよね。お金かかるんで、うん、例えばなんかチャットボットとか作るときに大量の文章をガーンと読ませて、 でそれを元に回答するみたいな、ちょっとコストの面でなかなか扱いにくかったんですよ。なんですけれども、これ、プロンプトキャッシュするっていう技術がちょっと前からあるんですけど、これやると、1回例えば何十万トークンとか読ませたやつをなんかサーバーに保存しておいて、うんうん、でそれを読み出すときはすごいコストがず10分の1とかにぐっと安くなりますよっていう。うん、なるほどね。できるんで、こういう会話エージェントみたいな、すごい。うんうんうん 長い、例えばマニュアル、例えばこの社内のとある部署とか、社内の罰工物の文書とか全部もう読み込ませちゃって、で、それを圧縮して、キャッシュして読み込むみたいなふうにすれば、これまでだったらコスト的にも速さ的にも、なんかラグじゃないと扱いにくかったみたいなやつ、これプロンプトキャッシュしちゃえば、もうできちゃうんですよ、これで。なんで、結構使い勝手がよくなりますし、あと、 プログラムのコードとかももう何万行とか読ませて一緒にディスカッションするみたいなのもこれまでよりかなり低コストでできるようになってくるんでかなり LLM の使い方も実用レベルで変わってくるなっていうちなみにこれジェミニは前から出てたんですよね特にあの動画とかジェミニって動画強いんで動画をキャッシュしておくと動画に対してのその QA みたいな 安とかって結構すすごい高コストなんですよそれこそ50万トークンとか60万トークンとかイブドライコンになったりするんで、はい、それをキャッシュすることですごいコストとスピードを圧縮するっていうことができるんでこれまでラグでやってたようなことをこのキャッシングと組み合わせることで結構システム実装する時の作り方が変わってくるなっていうなんかそんな印象を持ちましたっていう,のをう話です。はい